雨が止みました。どんな雨もいつか止みます。そして夜空に星が輝きます。今はできないと思っていてもチャレンジすればできることもある。目の前が曇っていてもその先にいつも希望は輝いている。 Run her run書いた海面 Run ho 故事突然開始了关系界都是一个舞台所有男人和女人都只是运动员誰でも扉を開けられます。そしてある日突然新しい物語が始まります。 All the world stage and all the men and women merely players そう言ったのはシェイクスピアでした。扉は誰でも開けられる。でもね、なかなか自分で開けるのは難しい。そこで私が物語の魔法をかけてあげましょう。例えば、そこを通りかかるウェイトレス。ちょっといいですか？突然何？気まぐれです。気まぐれ？気まぐれ気ままに移り気な黄昏。はぁ？あ、落とし物ですよ。え？財布も携帯もお金もないし、そもそも落とすものを持ってないわ。そうかな。どこに落としたのですか？あなたの夢を。夢？あなたの物語の始まり、それはあなたの夢。私の夢。あなたは猫になりたいと。思い出してごらんなさい。そうだ、子猫と遊んでいる時に確かに私は夢を見たでしょう。見たのよ。私は子猫のお姉さんになりたかったの。でもそれは子供の頃のバカバカしい夢よ。子供の夢は純粋で気高いの。ではあなたに夜の魔法をかけてあげましょう。何なの？私と子猫たちの物語。踊るの。でもね、そのことを人間は知らないの。では皆さん、子猫と正しく付き合う方法を教えましょう。それはね、あの有名なボサボジさんの言うことだ。おばさん猫、親分猫、海賊猫、おちゃめな猫、泥棒猫、長老猫、劇場猫、鉄道猫、いろいろいるけど。そう、いろいろいるけど特に子猫の猫に話しかけるときはとても注意が必要な
猫の場合は子猫は自由で気高い、子猫は人間を知らない、だから子猫に近づく時は十分に敬意を払って。どんな夜も思い出す猫が猫である夢をにぎ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 と寝てしまう子猫の夢はどんな夢？ポッサムおじさんも知る。